京都の中世志考、首都京都と室町幕府ということで、えー、今回は、まあ、酒と室町幕府というか、ということになります。これはあの初版炉へ巻き言うて、あのえーまあ、酒と飯と、それから中用の、えー、あれで、これは酒のみの。 あの人のあれですね。中世の主演の様子がよくあられていて、中世の酒いうのは、これどうも、ものすごい当人。あの、これ、あの、桜井さんの室町人の精神に書いてあるんですけども、ものすごい当人、ものすごい酒を飲んで吐く、飲むくという、ものすごい無駄遣いというか、むちゃくちゃみたいですね。これはよく言われてて、あの、運仙大局の、運仙大局、雲仙大局さんのあの、壁山日録、日記にも、 たや勘勝、朝緑干渉の基金で、もう人々は飢え死にしてるそばで、偉いさんたちが酒飲んで吐いて、酒飲んで吐いてやって、この不,この不公平さ、どないなっとるんやということを言ってます。まあ、全近代の日本では当然そういう格差というのはすごいものがあるわけであって、こちらでももう、あ,のあるところには集まる。 だからあの基金で上地にする人とか八8万人も出る一方であの、飯かっくらって、酒かっくらって、ぎろぎろ吐いてるやつらもいると。もうちょっとなんとかならんのかというふうに、運船対局さんは、えー、投,げ投げておりますけども、まあ、そういう室町時代、これがどういうふうな社会構造なのかよということを、まあ、今回見ていくわけですねあの。室町社会と酒という形で、まあ、だから最初に出たら、あ,のあれなんですけども、 どどんどん,どんそういう社会の話に入っていきます。で、室町幕府のイメージということで、まず、先びたりの政権と。これあの、室町時代というのは、基本的に室町幕府というのは、どこでは先びたりの政権であると。室町将軍家でみんな例外なく酒に強いというか、主乱というか酒が、ものすごい酒がひどいというか、まあ、酒飲み、ものすごい酒飲みばっかりなんですね。だから、一言では先びたりの政権であると。 で、この捉えどころない室町幕府のイメージ。例えば、鎌倉幕府とか江戸幕府っていうのはなんかイメージがあると。どんなイメージなのか言われたら、まあ、なんとなく我々は考える、はっきり,はっきり松永さん書いてないんですけど、まあ、鎌倉幕府は執実剛健とかえ、江戸幕府言ったらあの天下人とか、まあ、そういう感じなんですけど、室町幕府言ったらなんか弱いという、爆笑問題の漫才、えーまあ、あでも、 鎌倉幕幕府、府、江戸幕府室町幕府とはやめて、まあ、室町時代というのは何な,なく室町がから弱いというか何かどうしようもないというかそういうイメージでまあ北見一般では捉えられていると。近年でいろいろまたあの研究の方ではそういう弱いというイメージなんですけどじゃあな,くなくなってきたといってもやっぱりまあ鎌倉幕府江戸幕府に比べると何か捉えどころがないと。 検問体制で話ができるか、あるいは東国から西北などが、室町幕府のそういうものが何かわからんと。で、それを酒という方面から取ってみようということらしいですね。酒と武家政権ですけども、えー、酒、えー、鎌倉幕府の古酒金星とか、江戸幕府の食料受給と、えー、酒、まあこの辺はあれですよね、例えば鎌倉幕府というのは古酒金星、つまり酒を。 売ることを鎌倉時代というのは意外と基金が多い時代であってその基金の時に食料確保あるいは米価高騰の抑止のために酒を禁止するまあいわゆるビール純水霊と同じことですよね食用になる、まあ、米酒というのは大量に米を使うからその酒になる米を減らして食料に回すと。 いうために制これ江戸幕府の食料需給の酒もそうであって江戸幕府も食料がも,あの,ものすごく豊作の時には酒を自由に作れとでそれ以外はがっちりと統制をかけるとあの食料事情が厳しくなってくると酒作りのを厳しく規制するとでその一方で意外とこだわりがあって御前酒には当時ブランド物であった伊丹酒をまあ出していると。 関東の酒じゃなくて、関西の酒をわざわざ取り寄せて、まあ、将軍に飲ませていると,いうことで。酒にはこだわりはあるんですけども、食料需給とかでは、いろいろと頑張って、頑張ってるわけね。ただ、室町幕府というのは基本的に酒造統制策がない。さらに土葬酒屋役,役を高、えー、けて、まあ、むしろ酒を税金にしていると。まあ、現在の酒税法図がありますけども、その走りというか、酒から税金を取ると。 酒がいわば室町幕府にとっては命の綱であると。で、それにふさわしくかどうかは分かりませんが、室町幕府の将軍っつうのは非常に主豪ぞろいであると。まあ、あのこれ、最後の方でも何か言ってありますけども、室町将軍家っつうのは、あのコラムの方かな、室町将軍家っつうのは、いろいろ言われてるけども、はっきりしてるのは、一つはっきりしてるのは、みんな、めちゃめちゃ酒に強いと。 酒好きであるし酒に強いという話をしています。で、まあ、酒に関して非常に無節操で、強弱的、大敗的な酒びたりの政権、これが室町幕府であったということを言っています。で、これは室町幕府だけじゃなくて、当時の朝廷なんかも非常に無強弱的、大敗的というか、ものすごくだらけた感じのあれではあるわけです。 で、その背景について見てみましょうと。ということで、室町幕のイメージ。まあ、酒私学の貴重な記録である関門日記ですね。この動画をわざわざさ、ね、ご覧になる方、関門日記言われたら大体わかると思いますが、一応説明、一応ちょろっと説明しておきますと、実は最近あの、この動画の存在が、私今 PTA の会長やってるんですけども、そこの時事連公会の人が、 この動画を見つけたそうで <laughs>、あの、見ましたよとか言って言われて <laughs>、あ見られてるんだと <laughs>。いうことで、ちょびっと新しい視聴者も <laughs> 出てきてるかもしれないので <laughs>、一応、この関門日記で説明しておきますと、<laughs> この関門日記っていうのは、伏見宮忠房親王という人が書いた、ご花園天皇の父親なんですね。 この室町時代のこの足利義持義時代の歴史を知るための非常に重要な資料であると。その関門日記です。まあ関門漁記という言い方もしますけども、あの歴史学では大体基本的に、えー、関門日記と書いてあります。というのは本人は自分の日記のことを関門日記と書いてるからです。関門日記というのは、まあ、室町時代の政治史、あるいはあの文化史、社会史、 いろんな室町時代のいろんな歴史に使えるんですね。というのはこのセダフサ信仰図はものすごく好奇心旺盛でしょうもない噂話とかももうほんまに細かく書き留めてるんでああ当時こんなことをうになってたのかあのこんなことで人々騒いどったのかとかそういうような社会史とかそういった文化史文明史。 の方面でもあれやし、まあこういうややこしい家柄であるだけに、まあ、いろんな幕府のいろんな人間、あるいは天皇、朝廷、そういったものともいろいろ絡んでくるんで、まあ、そういった意味でもいろいろ面白い資料なんですが、酒史学としても非常に貴重な記録であると。というのはなぜかというと、まず一つは、この柳酒、あるいは天野酒,酒、山崎酒というあの当時のブランドの最初期の所見資料であると。 だからこの関門日記というのは、この酒がブランド化していく、特産品化していく、そういったことの最初期の資料であって、で、これより前にはそういったものが出てこない。で、この貞房新王がこの酒についていろいろとブランドもいろいろ書いてるという意味でも重要であるし、さらに、彼はものすごい酒好きやったみたいですね。で、この松永さんも細かく見調べたみたいで、酒にまつわる記述が。 2864件で、定房親王のこの日記というのは大体1420年代から1440年代、43年まで書かれていて、あと、とびとびなのでまとまって書かれているのは1119年から1441年、それから143 14年なんですね。でその中で 大体2864件。これを計算すると、どうも3日に1度のペースで、この人は酒を飲んでいると。え主演をしているということが分かるわけです。だからものすごい酒飲みであったと。で、酒が大好きであったと。だから酒についていろいろ書いてるんですね。この人は記録まであり、好奇心旺盛で、のぞき未精神が旺盛である上に、非常に記録まであったんで、酒についてもくちゃ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 書いてはるんで、 先にまつわるる記事は3日に中のペースになっているとでこの関門日記から室町記京都の主演の在り方それからその社会的要素こういったものを見ていこうというのがこの文章の目的であると伏見宮家と酒ということでこの伏見の宮定房新之津はどういう人物なのか不遇の伏見宮家と,ということですね これ2が説で、この 1, 1行目通のはあれです。あの、説の、えー、名前です。服ぐのふしみのみやけと。伏見みのみやけうのはどういう家かって言ったら、一応説明しますと、北朝初代の黄金天皇。これがあの、スコに行って、 で、えー、官能の乗乱とそれに伴う将兵の一党の中でこの須幸と黄金らはあの吉野に拉致されしもて空席なところに、まあ、室町幕府は大慌ててその須幸の弟の御黄金を立てたと。でその後、えー、室町幕府はこの御黄金の子孫を、まあ、天皇につけることにしたと。 こういうふうに、ご、えー、皇后とその子孫が天皇を継ぐになると、この主皇の子孫たちははっきり言うと邪魔になるんですね。だから、まあ、いろいろと嫌がらせを食うたり、で、さらに、貞房親王つうのは、主皇の着孫ではないんですね。この中人親王の、えー、着難は春人王であって、貞房つうのは諸子だったために、 あのとっとと,と寺に行って出家するはずだったんですがその出家しようとしたらそこの、えー、師匠さんがしん亡くなってしもうて結局宙づりになってしまったまま貞房は40歳超えるまで元服もせず出家もできず門跡に入ることもできず、まあ、いわば飼い殺し状態でおったわけです、えー、まあもちろん結婚もできずこの中人親王とそれからあの春人が立て続けに亡くなっ でえー、転がってきた伏見の宮家なんですけどもまあこういう関係ですからどうもよく言われないということもあってまあ、えー、彼は基本的に不遇であったということが言われています御飯の天の戦争するまで非常に不遇であったとところがこの昇降天皇が子供がで,できずこの系統がなくなっちゃったねで、えー、急遽 戦争したのが御花園の天皇であって、でこの時に定房新皇は天皇の実父として、えー、非常に急速に地位が上がっていくということだったわけです。これがまああの夫婦の伏見の宮家とそれがこういう形でうまくいったと。 でその彼が伏見の将におった時代の、えー、家督相続前後の116年から日記を書き始めておりその後彼の運命は大きく変わってこの伏見の将時代家督相続ちょっと前ですから要するに未来もわからない伏見の宮城が存続するかどうかもわからない時代から、えー、彼は日記を書き始めており天皇の実父となってでさらに義典の肝入りで菅蓋新皇は伏見から京都に京都の洛中に移住してすると。 でえー、死去する8年前まで記録をしているという,言うんですけども、まあ、あの最後の記事は、えー、亡くなる8年前であの、妻の不正門員にまた幸子さん、幸子さんというのかな、あれはあの幸子と幸子の方どっちか分からないので、講師とも言いますけどあの妻が亡くなる直前まで日記を書いています。だから妻があの病,あの病死 結構長ずらったみたいですけども、まあそのえー、亡くなる直前まで書いてるんですけどただあのちょっと、ほとんど実は1441年の後43年にチょロッと書いて、その後はあのは自分の大乗天皇号をもらうあたりにチょロチょロッと書いて、だから143年以降はほんまにとびとびになってますね。ほんまにとびとびになっているんで、まあ、基本的には、 1116年から1143年までですね。で、41年の後半が飛んでるという感じです。だからよ、1146年から1143年までが基本的に書かれている、えー、時代です。ただまあ、それを撮ってるだけでも、えー、天皇の実父であり、京都の住人であるということで、多様な環境にあったと。その中で、彼はどんな酒を楽しんできたのかということですね。貞房王と酒。 家族継承後の主演で、東山の絵と東山の絵のすすぎのは始めの画手で行っているということで、これだけであるのか分かりませんけれども、これは、まあ、あのスラングでマーライオンとてですね、まあ。はっきり言うと、あの吐くと。飲みすぎてあの吐くと。吐き戻すというものを東山の絵と言いました。東座ののすすぎつうのは、主演の時に、 った人はその次の宴会の、まあ、幹事になるというそういうのがあってそれを東西のすすぎと言いましたでさ房は家族、えー、継承直後の、えー、主演でまあ大はしゃぎしたんでしょうね、えー、もう俺あかん思ってたらいきなり兄貴が急死したんで,あのでその兄貴との折り合いがどうも悪かったみたいですね ということで、あのえー、彼は家族継承後は畑にしてであの、飲みすぎて当座の絵に及ぶと、当ざの絵のスズをやることになって、ススギは俺の代始めの、えーまあ、酒だ、俺が全部仕切るぞ言っ、言うて、非常に喜んでやってます。 彼のこの定房、えー、王時代、伏見の時代というのは結構面倒くさくて、昇降天皇の信内氏との三つ疑惑というのがあります。要するにあの、昇降天皇が,信頼師が、信内氏が解任したんですね。で、普通に考えたら、これは喜ばしいことなんですよ。昇降天皇子供がいないあの、子供がいない、子供がいない、子供がいない、えー、このままでは天皇、どうなるんだとか言,って言われてたんですが、昇降天皇に子供が生まれたら、それは喜ばしいんですよ。 とか証拠というのは俺は身に覚えがないと言い出して、どういうこっちゃということなわけです。で、えー、そういう中、ちょうどこの新内氏が解任するちょっと前に、伏見の五、えー、光野宮にあのお参りに行ってるよね。その時に、これ、やっちゃったんじゃねえのという噂がなります。 五小松と将校がものすごい騒いで、五小松上皇と将校というのはものすごい騒いで、で吉持もこれも将校揃ってるよねと言うたんですが、それを聞いたふ二しのこの時にあに、気象をもん出して一切やってませんと、吉持も非常にそれに恐縮したらしくて、一,一応皇族からそんな気象をもろだったらも、ものすごい吉持も恐れ入って、いろいろ調べた結果、どうもこの噂を撒き散らしたのが松の木宗の宗和という人物らしいと。 あの中だったらしいとでさらに言うとこの松野木宗和は証拠っての母親で五小松上皇のない養老である後半門院とあのなんか不倫関係にあるらしいという話まで出てきて結局松野木宗和さんは平、ま、老、あ、ということになってスタッフ写真のお咎めなしということを分かって喜んで酒を飲んでますだか何かあると彼は酒を飲むんですね 例えば、これが乱戦というのもやったら、ふさふさピンチと、そこからの、えー、復活ということになって、下ちは、えー、この後あと五穀の最近の院前むちゃくちゃや,やと。あれ、なんとかならんかと。で、今後、あの謹慎たち出して、今後、あの上皇が変な院前出してきたら、まず俺に相談しろと。俺が握りつぶすと。 君らで別に問題ないと思ったらスマートをしていいけども君らがおかしいなと思ったら君ら止められへんやろから俺が止めるということをここ松の面前で広橋金信に対して通達していますその辺結構この二人人間関係どないだとんねんという感じですね何でも言えるいい仲なのかそれともよっぽどブチギレてるのかその後彦彦誕の誕生しますこれがまた紛らわしいですよね 長男が誕生したそしたらしばらくすると吉持が聞いてきます。そうやあんたのところに息子が生まれたそうですねと。おいくなり、ま、いつになりますつまりこれは分かりやすく言うともしかしたらあのこのままもし万が一のことだったら天皇そちらに行くよという打診ですね。そうなった頃に彼は親王宣言を受けます。 これは、あの、えー、五小松の、あの、父親の五縁優の三十三回忌の法要で、あちこちの宮家に、あの、お経を、まあ、いしたんですね。お経の筆者を、社経を依頼したと。あの、伏見宮家も、えー、法華経やったかなんかを社経をして、それを五個松に奉納したと。まあ、それの見返りですね。えー、五小松は、あの、 貞治に親王宣言をやったんですがそれに対して昇降天皇が疑心暗鬼になってしまったんですこれは貞治親王を天皇にする気かと疑心暗鬼になったんですね昇降天皇は家ですると言い出してこれまあいろいろとややこしいんしゃるんですけどね実はあのしゃべりだす時間長くなるんですけどもまあ昇あ降天皇は 平曲を聞きたいと、平気物語を聞きたいと言うて、琵琶法師を呼ぼうとしたら、五小松がそ,そのような卑しいものを代理に入れてはならんと言うたとで。それだけやったら、まあ,あの、話は単純だと思ったけど、実は証拠天皇からすると、それは何がいかんか言ったら、おとんもめっちゃ呼んでるやんかと。なんでお前は平曲を聞いて、琵琶法師を自分の隠語書に入れて、俺はあかんねんと。 でも極末の言い分もよ筋はそれはそれで筋は取ってるわけですよね多分多分多分天皇の間は我慢しろと俺は上皇やからそういったいろんなそう庶民の文化も知りたいけどもお前は我慢しろと <laughs> いうことなんでしょうねでそっからなんかあの二人のちゃんちゃんが始まってでその中で上皇天皇がどうせ陰は 私のことが邪魔でスダフサ親王天皇にしようとするんでしょうとか言って言い出してもう僕出家しますからもうお好きしてくださいとか何か言い出して間に立ったよしも持がいろいろと強制した結果あここはもうスダフサ親王に出家してもらいましょうとだから実は我々はスダフサ親王スダフサ親の実はこのスダフサ親王という言い方は厳密にはわずか3か月が少ないんですね サダフ王からスダフサ親王になったのもつかの間、すぐに彼は出家してます。で、出家名は、彼は、だから正式には彼は、同金入道親王というのが正式な名前です。ただ、当時の,あの記録でもスダフサ親王というふうに書かれたりするので、正式には彼は同金入道親王であり、彼自身はスダフサとは思わずに同金と書くんですけども、 小路時んの兼題記とか見てると「須田房新納」とか平気で書いてありますんでまあそれはそれとってるんでしょう。で面白いのは出家に追い込まれた菅房、えー、新納は「よし俺は明日から断酒をする明日からね明日から私は酒をアルコールを断ちます」って言って馬鹿飲みするわけですね。 大体明日からダイエットというのは、まあ、お約束のネタなんです明日から禁煙とか、明日から禁酒というのはネタなんですけども、明日からを永遠に続けているわけであって、津フタ新王はあの断酒なんてやってません。明日から断酒しますと力をただけであって、えー、その翌日も明日から明日からと飲みをして、彼は死ぬまであの大,酒飲みをつ大酒飲みで主演を繰り返しています、まあ。この辺はあの私は酒を飲まないので、 あの男子の地下、明日から酒をやめるっついうのはあまりよく分からないです。明日からダイエットっついうのは非常に気持ちはよく分かります。明日からダイエットします。明日からダイエットします。と言い続けて、えー、現在に至ります。非常によく分かります。伏見宮家と酒の続きですね。天皇のジップ、貞房氏の酒。先ほどは不遇な時代の定房王の時代の酒です。でえー、彼は新皇宣言直後に男子に喜ばれます。で、今度は それかほどなく、昇降天皇が亡くなり、ご花園天皇が、えー、戦争して、で、スタッフたちのは天皇のジップといくなります。スタッフのけん環境は大きく変わります。つまり、天皇のジップであるということ。それともう一つは、あの、一応、理屈上は、あの、こういう形なんですね。一応、ご花園は、一応、これは、あの、 五小松の勇士と養子という形になって、地方行為を継承しているわけです。だから天皇の実父言うても、実は実父にはなりきれないんです、ね、本当やったら、あの天皇の父親は五小松上皇と、天皇の父親がないですけど、ただこの五小松上皇と、それから時の室町部将軍、足利義で仲悪いんですよね。この義則とこの五小松の関係が非常に仲が悪いと。 ということで、あの吉典はここ、ここを非常に強く押す。ということで、貞布の環境は激変します。吉典は貞布を一生懸命持ち上げようとして、まあ、そのこの伏見宮家で、実はあのお寺の片隅のぼろ小屋に住んでたみたいです。あの伏見御所は焼きちゃったんですねで。それを再建する金もないんで、大光明寺という、えー、お寺に、お寺の片隅に、 いおりにとりあえずカリスマしてるんですね、伏見宮家は。で、えー、周りをあの家臣たちの庭竹家とか、田向家とか、綾小路家とか取り,り囲むと。ちなみに伏見宮家をあの支えた家っつうのはこの3つ。にわそれからこの本では田向と書いてますけども、どうも調べてみると、田向と読むみたいですね。 タムあの貴族とは、たむき家っついうのがあるんで調べてみたら、私もこれずっと同じで、たむかいとずっと同で、調べてみたらどうもたむきらしいということで、タム私はたむきを採用してます。それからあの、大体あの、なんか貴族っぽい名前を使うときは、なぜだか綾小路さんを使うんですけども、綾小路さんは実在します。いずれも第五原理ですね。えー、この三つの絵が伏見の都を取り囲むように建てられていて、でまあ、そういうところがそこに、 いきなり帝たち貴族たちが続々とあい挨拶にやってくると。で、どなしたんや思ったら、どうも、義典が伏見宮家に挨拶に行くようにと命じたらしくて、とにかく義典は伏見宮家にやったら気を使うと。さらに、すだふさ親王が義典の御所に行ったときには、義典は。 100万人通された佐はとりあえず松田にこう控えてると野里が入ってきてあの一番神田を進めるとかいやいやあってさだふた新のが帰るときには野里はこうひざまずいて見送るとかまあそういうふうな形でさだふた新のは突然なんかでさらに吉あの吉野里が富士宮家にやってくるとまあ要するに環境が非常に激変してさだふたの周りにはいろんな人々がうわーってです、ね、今まで伏見宮家なんて誰もあのほとんど来んかったのに。 突然人々があえて生きて、一役特権者になると。ただ、サダフサはどうも、吉シリとの主演はしばしば開かれたんですけども、サダフサは窮屈と漏らしていて、気使うタイプではあったようです。吉シリとの主演は窮屈と。まあ、まあ、確かにパトロン非常に窮屈ですよね。事実、これは書いてませんけども、実際にあの、えー、吉シノリが来た時には、あのこういうこともありました。 貞房新王は吉野が来たの、まあ嬉しかったんでしょうね、<laughs> その時は最初のころは。初めあのまあ、2、3回目の面会で吉野がわざわざ伏見の御所までやってきたと。で、吉野が帰るときに貞房新王のわざわざ似合いに降りちゃったんですね。そしたら吉野がいきなりかしこまって、ははーとしたんで、自分がやってしもたことを気づいたんですね。これはもうあらかじめ打ち合わせてあって、吉野が帰るときにはあの上から見下ろして見送るようにと指示があったのに、思わず、 りで,しったとであの、吉典が帰った後注意がしっかり届いたんですね。あのようなことはなさらないようにと。私との関係はあんたが確実に上ですから、あのそれをちゃんとしなさいというふうにおしっかり受けたそうで、まあ、そういったこともあるんちゃうかなと思うんですけどね、義則との主演に関しては、まあ、窮屈という言い方に関しては、あのほんまにしんどいなと思ってるかっつうか、まあ、気使うなと思ってるんでしょうけども。 まあその機能使う内容もまあいろいろと本当は分析する必要があるかなと思います。ただまあ吉憲と佐田部さんの関係についてはこれは石原秀郎さんも吉憲の方を重いというふうに言ってて佐田部さんからすると意外とありがたみ良かったんかもしれませんね。 その辺ちょっと私私はどっちか言ったらあの我々吉憲とスタッさ差しのの関係については両思い的な関係で捉えてたんですけどもまあ石原英雄さんとか松永和弘さんはどうも片思い吉憲が一方的にこう好意、えー、を寄せて、えー、まあ利用しようとしてでそれに対してスタッさ差しのがあ窮屈あしんどいと思ってるとただスタッフ差しのが全くきゅ全く迷惑い一方というわけじゃなくてスタッフ差しの自身は これの環境を潰して、こうこをやりたいので、その辺、義則と実は利害一致しているところはあるんで、その辺どうなのかなと私は思っています。義則との利害は実は一致しているんです、佐田久さんの逆に久水さんにかかると、義則はこ,ここの形をしっかりと作ろうというふうにまでは考えてないんじゃないかと。要するに、ご黄金から明日交流へ。 口頭をカコーンと切り替えるようなことまでは考えてないんじゃないかというふうに考えてはってまあその辺私はどういうふうに考えていこうかなとただどっちかやったらあのヨシノリはかなり交流に切り替えたいただヨシノリはそういうことできやってないんじゃないけどやってないのでできないんじゃないかな 吉にはそのりには天皇家の中のことを知らんから、だからその辺は貞房親王に頼りたいというのがあるんじゃないかなと。貞房親王はどう思ってたのか言ったら、貞房親王こそここを非常に強くしたいと。でご花んの自身は意外とここにあの冷淡で五小松の関係ばっかりというので、貞房親王がぐずぐずと泣き言を言っているという手紙があるんですが、あの手紙の解釈も私はそういうふうに解釈したんだけども、よし定房がぐずぐずと泣き言を言っていると。なかなかそうも捉えてくれないようで。 あのしかも、まあ、あの、これはもう、あの、愚痴関係でしかないんですけども、えー、私の本はだいたいあの、ここのところ、まあ、のところまだ、なんか、引用されてないな。ぶつぶつ。まあ、あの、私は悪いんですが。で、引き続き、節目が酒ですけども、酒好きの面々、主演に欠かせぬ面々と。時光寺持ち常という人物。 それから五つしげなかったう、もうこの辺になってくると、私もあ名前は聞いたことあるけども、どういう人かよく知らない。ただ、あの定房親王の側近にちょろちょろと顔が出てくるレベルであって、自公事件でどう、五つ事件はまあ一応、後醍醐天皇の、えー、母親の実家であったりするんで、あのそれ相応には、あれあれ時でど、自公自でどんな家やったかな <laughs> というレベルです。 その自公自持ちつ,つねつ人物は松永さんにるととにかく飲み続ける男であるとものすごい酒が強いと同時にいろんな遊び心もあっていろいろとまあ,あのそういう不流な遊びなんかをいろいろとスだふさを楽しませてくれるそういう人物でもあったとまあ,あの酒飲みすぎて酔っ払って池に落っこったまま、ね、寝込むとかいう失態も演じるけどもスだふさしんの音とがめや もちろんそれどころか日記の中にはあの持ちつねしちゃあんなことしやがったという非難もないとにかくもうニコニコと笑っているところでスタッフたちに,にとってはこの時公時持ちつねという人物は非常にまあ重要な人物だったらしいとそれからしげな勝はとにかく主演をうまく盛り上げるのがうまかったらしくてまあこの辺は政治的には あのだから私の観測範囲にはほぼ上がってこない、あこんな人もいらっしゃいますという、名前ぐらいは知ってるけども、私、イメージなかったんですよ、全然。さあの主演の話、あまり読んでないから、まじま、じあなんかあまり持ちつのイメージないんですよ。ところがこう、酒というとフォーカスすると、この二人が、えー、非常に重要な役柄になってくると。さらに、綾小路信俊通人物。彼は若かったはずですけどね。 えー、それから田麦家の青侍とかあるいは女性陣不正門員庭田幸子さんあの貞房の性質とかうか貞房どうも側室がいなかったんじゃないかというふうに通説で言われてますあの子供があが78人おるんですけどもあの一応一人除いてはっきり、えー、彼女の、えー、所生であることが分かっていてその一人も別に にわた幸子の。書生であるとは書いてないけども、まあ普通に考えたらそれなんだろう。書いてないだけでそうなんだろうというふうにまあ見られてます。ただ、松野仁志さんはいや、生まれた場所とか違うから別の原じゃないというふうにも言ってあります。その辺は分かりません。がえー、まあ,あの伏見宮家にはえー、幸子さん以外にあの当然あの女房だけがいっぱいおるわけであって、彼女らもみんなあの。結構酒飲みが。 ひどかったようで水乱に及んで水にんまあ幸子さんの酒好きについてはよく「あの佐さしんの」も書いてますね。えー、結構、えー、派手にあの飲む人やったみたいで結構幸子さんさは社交的であの佐さしんのはどっちか言ったら引きこもりがちであんまり家から出ていかないんですけども幸子さんはものすごく社交的で夫に代わってあの伊,勢伊勢とかとか あの熊野とかあっちゃこっちちこの私に出かけてます。私のつのは基本的にあの一番遠出したのが多分坂本で。彼は多分だから海も多分見たことないだろうと。住吉に行った時に海を見たかもしれない住吉に参後したことあるらしくて一番西に行ったのが住吉で一番東に行ったのが坂本で。 ほとんど、えー、京都と伏見周辺で、まあ、たまに岩清八幡宮に行くけど、岩清八幡宮はもう、えー、目の前の,あの小倉駅を渡ったら、もうそこは八幡宮ですからね。だからまあ彼は基本的に多分海も見たことじゃないか、海も見たことがないんじゃないかというふうに言われています。ここまではあの、えー、伏見宮家の話で、ここから先は室町時代の人々と酒になりますので、話が変わるので、一、え、応、ー、ここまでで一旦話を切ります。 この頃のお酒というのは日本酒ですけど、清酒じゃないですよね。まだ清酒はほとんど出てきてないはずです。じゃ今でいう濁り酒の類ですかそうですね。じゃほとんど京都で作るんですよね。どうもそうみたいですね。もっと地方でも作ったんかなよくわかんないです。その辺は私は、その辺は金子先生が何かあの、えっ、ー、と、 <laughs> ご存知じ,じゃないかな。<laughs> 私で私よりも壊しそうだ。いや、あ天野酒は河内でしょ。あ、川内ですね。あの天野酒河内です。うん、まあもうドブロック系だったらどこでも作ってるでしょ。うん。まあドブロックの中人りみたいな感じでしょ。名所っていうのは。あ、なるほどなるほど。 完全にドブロ力じゃないんですよ。ドブロ力の中組とか中にご、薄にごりみたいな感じなんじゃないかなと私は思ってるんだけど。うん。あなんかそういう、なんかちょっと青春、なんかアルコール度が上がってくるよね、この頃うん、そう。そしてあれでしょう、あの、ちょっとしたらなんか香料入れてる可能性もあるんだよね。うん。わかんない。飲んだことないから。 えっとね、あの、どうも、後の方を見てると、なんとなく、この頃に度数上がっていくみたいですね。だから、スタッフさん、のが飲んでた頃に、少しずつ度数上がっていったのかな。いや、どぶろぐらいあって上げようと思ったらね、上がるからね。うん。学校のリーダてやろうと思えば、結構上がるんだよね。 なんかあの発光技術があの変革があったというふうに書いてあって、ね、えそうなのと,うと。私もそれを見て面白いなと思ったけど、実証はできないんだよね。うん。そうなんですよね。うん、で、サダフスは新納の場合は、だいたい自宅で飲んでるんですか大体自宅です。で、って、サダフスは引き子だもんね。うん、うんうん、もうすぐ引き子ですから、だいたい自宅ですね、飲むのは。 いろんな人がやってくるわけです、ね、やってくるわけです、うん、いろんな人っていうより割合私が見た範囲じゃよく気心のすべたりすると思う特に前半はもうこの辺とそれからあのあとかじジ,ジュジー系とあの、ね、大木町三条家チロチロと来るぐらいですね,そのぐらいのね割と本当に引き込んだよねこの人ね、うん <laughs> じゃあ酒飲み友達が毎日のようにやってきて同じメンバーで飲んでるというイメージが強いですね。<laughs> <laughs> 今まで行ったらあれだね、いつもの居酒屋行っていつものメンバーと飲んでるっていう。そんな感じですね。あるいはいつものメンバーと家飲みしてるというか、いついや、あの、それは畑野先生ね、いつものメンバーと家飲みっていうのは分かんないだろうけど、 おそらく私のイメージだといつもの居酒屋に行っていつものメンバーといつものように飲んできっ,きっランチサーンるっていう。ああなるほど。それで酒飲みの私はねもう東京でも西釜みたいな屋さん田舎っていうかまあ都市周辺部に行くと。 クズが町内会のクズが集まってくる時代あってさ。ん <laughs> <laughs> な感じ。<laughs> すみません。ちょっといい過ぎ。<laughs> で、これは純粋に楽しみで飲んでるんで、両政治みたいにここでなんかこう陰謀を暮らそうとか、そういうもんじゃないんですね、うん彼ら。彼らにやるべき陰謀はありませんよ、趣 <laughs> 味の三には。<laughs> ほとんど焼け酒みたいな感じで。あろう 忘れの飲み薬ともう今日一日の終わりって感じで飲んじゃう連中いるけどそんな感じでそうですねこのあのまず貞たちの周りに集まる人間が基本的に吉則とか置いといてあのいつもこうやって酒飲んでる貞房新の,のが主演してる人間って大体基本的に別にこのなんつうか政治的に主要でなんかドータラコーダーツにで まああえて言うなら、大木町三条実正ぐらいかなという感じですよね。ほとんど上行かないね。こんな寺光寺持つねとか、五辻重中とか、綾小路の太と,とか、田向家の青侍とか、<laughs> あのどうでもいいよ、あのほんまあの、性的には無力な人らが集まって。まあ、その日の酒だよね、これ、だから、いいよね。ね <laughs> その日の酒ですね、これ。 でそこにあの奥さんの伏せもいもあの旦那を上回るスピードで飲むという。ね、集合で, <laughs> で彼女はものすごい社交的なんであっちゃこっちで行って酒飲むと。うん、彼女はあちこちで出ますねあの例えば吉則の,の,の奥さんの扇町三条忠子ともなんか通過だし、うん、大井帝系の女性ともなんか飲んでるから。 結局あれだろうな、そう考えたら、唐公門院が大井の帝家時計に王女に入ったのも、多分あの、幸子さんの捨てだろうな。そう考えたら、この幸子さんって大きいな。いいあ,あの、女子のみ会っての怖いね。<laughs> 女子のみ会で決まってるいろんな人事のあったりしてね。<laughs> 多分結構あるんちゃうかな。いや、これ、もっと、もっと重視なあかんと思いますこの女子のみ会。 この幸子さんを中心の女子飲み会ってうのは、これ、もうすぐ室町時代結構重要やと思う。サダフサ新のレはプロ重要ですよ、これ。だからこれ,これってさ、資料的にはほとんど出てこない、あの、関門とかだと、かろうじて断片が見えるけど、女子飲み会で人事が決まってるとかね。あると思います、これ。ム室町 <laughs>、うん、に限らずに怖いね。ああ、女子飲み会が限らずね。いやこの場合、全、完全に、あの、サダフサ新よりも多分、幸子さんのほうが多分政治的には強い。 だって、さださんは引き子だもんね、完全に <laughs> なんか。なんかあるとすぐ引く,引くでしょ引くわ、引く、引く、うん。逃げる、うん。そうか、女房あって。女房は強いですよ、この人。い<や>年齢も十数年違うね、あれ、これ。若いんですよね、幸コさんって。 いいやこれは面白いじゃあこの幸子さんっていう女性ですけど、はい、息子のご花園が天皇になったんでしょはい国母というか国の母になったんですかいやそれがねならないんですよあの彼女は死んだ時も両腕には及ばずとだからご花園はもう最後まで五小松の有しである立場を貫くんですね で多分ね、あのこれ、あのサダフサ新野に上大乗天皇が与えられたのをずっとご花角のはのらりくらりと断り続けるんですけどね、あれ、多分、あの最終的に決まったのは、多分あの、この幸子さんは亡くなる直前なんですよ。決まる直前にご花角は幸子さんをお見舞いに行ってるんですよね。多分そのときにあの、これ、定房新野が書いてるんですけども、女房主から一生懸命お願いがあって、 私の大乗天皇号が決まったと。あるんで、多分小花角のこと、して市の多分、幸子さんなんでしょうね。もう最後のお願いだと。だいぶ長か、長だいぶあの1年ぐらい、なんか病気で、体調不良で、で、小花園があのが見舞いに行った1か月か2か月かな、亡なくなるんですけども、もうその時には相当弱ってたとありますから。それも女の力ですね。うん もともと国防を取れるほどの強いいい立場じゃないですよね。そうなんですよね。弱い。直系ぐらいになれる家だとまだあり得るけどないですよね。ちょっとこの時は。うん。そう考えてると女の最後の力で私はいいからって感じなんでしょうかね。わかんない。ね 分かんないけど一応あの不正門員という一応門員号は与えられてますけどもそれもなくなる直前に、うん、これは難しい分かんない私みたいな人間不正門員ってこの字ですね数なくなる直前にこの門員号とただここもにはならなかったんです まあ、伏見宮家の話はこういう感じで、まあ、あの基本的には、まあ、楽しい酒を飲んでいたと、連中は。あの気の受けない酒を飲んでいると。岩田幸子さんの方はわからない。<laughs> かなりいろいろと調はしたいかもしれない佐田さだふさしはのんきに酒を飲んでいるという感じですね。時々窮屈な酒もあると。でえー、そこからさだふさしの中世で中世人の飲み方というので、えー、見ていきます。まあ、神事というのは大きく分けて儀式、神祭り。 縁の座、直来、い、御の座、えー、下祭というのがあって、私は全く宗教というのは全く疎いんですね。というのはあの、うちの家がもう、ものすごい宗教色がゼロなんですね。父方の祖母はクリスチャンだったと。で、クリスチャンになそれもクリスチャンになったと。で、クリスチャンになったんで、えー、今までの家の古い家のやつは全て邪兄弟言って全部あの捨てたと。だからうちあの、うちの先祖の こととは全くわからないとだから墓もわからないと。先祖代の墓はわからないというそういう状況ですね。で、うちのち親父はあのさらに、あのなんかうちのそののうちの祖母はあの薬の薬害であの視力と聴力を失って、でその結果、うちの父親を引き取ってくれたのがクリスキリスト教だったんで、キリスト教に転修したらしいんですが、あのなんか、 神様のおかげで私は目が見えるようになったとか言い出してあの、絶対に宗教は認めないと、あんなもんうそやと言い出して、えー、うちでは宗教はタブーだったということもあって、私は宗教というのは全く知らないんで、葬式の,あのこの証拠の仕方も知らなかったし、大学出てから証拠とか言ったら全然知らなかったけど、人を見て、一生懸命こう物ぎこちなくものまねしてたら、 ほんまに何も知らないやなぁと笑われたの。いや、行ったことないし、あの、葬式なんてうち行ったことないし、俺、あの、私は、私がもう物事の時にはじいさんばあさん全部死んでたんで、祖父祖母の葬式も知らんから全然知らないなぁと。で あのお,参りお祭り行って、なんか2杯なんてらかんてらなんてやらないし、あのだから一切知らないんですけども、何のこと、だから何人なろか全然分かんないんですけども、儀式に関しては、まあそういうことらしいです。で、このうち中世の宴会というのは、この、えー、縁の座、御の座から、えー、始まっていると。B のこの縁の座、直らいというのは、いわば儀式、儀礼の場であり、えー、C がみんなに仲良く飲むと。でまあ 一番の要するに、まあ、こうなんですね。この融和の座というか、まあ、えー、みんなです、うわさっを飲むという。その飲み方としては、さ根、えー、酒一根とか、あの、一根を出す。これは、酒漬けのを一口飲む、一度、三度繰り返すのが一根だそうです。でもこの、よく酒三根とか言いだって、これんなのまあ、あの、酒漬けをこう三回飲むのを一根というか、これで全部飲み干すのかな、一杯の。 その月の大きさもよるんだろうし何 <laughs> とも言えないんですけども関門に行きでは18魂まで行くというのがあるけども五小松が室町殿五行をした時には、えー、70根重ねておってこれは五小松もこの時の室町殿は院の五行ですから行幸ではないんであの吉餅でしょうが吉餅もものすごい酒飲みやったみたいですね。あの,吉の酒飲みには伝説があって 不祥事があって、その不祥事を探すのに、吉持は毎晩のように主演を開いて、で酒に酔っ払って、誰かが口を滑らすのをひたすら待ち続けたと。要するに、あの自分の酒には絶,絶大に自信あるんですね。絶対に俺は酔っ払わないと。で、えー、ついにあの下手人はプレッシャーに負けて、蓄電してしまったと。 いう話がありますけども、吉本っていうのは、もうのすご酒が強かったみたいですね。この70たということは、五コマツも多分相当飲むんでしょうね。ルイス・フロイス、あるいはジョアン・ロドリゲスあの、戦国時代に日本にやってきた選挙師だけども、ルイス・フロイス、ジョアン・ロドリゲスが書いておるのは、例えばあの、えー、酒飲んで前後不覚になったと。西洋人はそれを恥じると。 日本人はあの偉そうに酔いましたと。あれは二日酔いでいなくなるとか、そういうことを書いてますね。日本人は非常に酒にいわばだらしないと。あのフロイスやロドリゲスから見ると、日本人は酒にだらしないと。無理じいの横行。もう俺の酒は飲めねえのか。あるいは酒飲んで酔っ払う。酒飲んで酩酊してる。こういったものに対して非常に容認つうか、寛容うか。 日本ってあの酒の上での失敗とかには割合寛容なのかなという気はしますよね。で、えー、ボロマチ時代の大吾のもうのも,ものすごい有名であって、東、えー、座の絵。で、例えば、あの、あの関白二条持元っつうのは、この東座の絵の、えー、名手で、この東座の絵をしながら飲み続けるという、えー、その宴会源を持ったらしくて、この東座の絵がもうあの一つの出し物になったみたいですね。 もちもちはそのより、見事な当座の絵ぶりで、将軍の足利義則のお気に入りだったみたいですね。この人の当座の絵は見物ですよ言うて吉典があの、義則が、まあ、もう、めちゃくちゃ期待するというほどの、えー、まあ、あれです。あるいは、この酒のあてっことか、こういうふうに、こう、5つこう、ならあのううふう並べて、この酒をガー飲んでいくとか、まあ、酒をがばがば飲むという、そういうあの機会にはほどかかないと。 とにかく室町時代、中世人の味方というのは、とにかく無理強いの横行、それからあの飲んで吐く、えー、酔っ払ってぶっ倒れる、これらすべてあの素晴らしい世の中であると。で、ふっと思ったんですよね。当時の朝廷を見たら、五穀松も室町幕府の義持も義典も、それからスタッフさん親王も、不正門院も、みんな酒が大好きで、酒が強くて、もうあのめちゃめちゃ飲むと。 で実はどうもごはんのって酒が飲めなかったらしいんですよ。結構きつかったやろなぁと思うんですよね <laughs> あ。酒飲めへんやつは結構きつかった。あ,のあれ、子供でも酒飲みますからね。<laughs> 足利義一とか足利義久なんてあの子供もは酒飲まあ、それ言ったら小坂秀明もそうか。子供の頃から酒飲みつ,つけてたか。美酒と美物。 えー、旬の趣向と。美物っついうのは、まあ、たんぱ源、魚とか鳥とかそういうものをどうもさすみたいです。熊本大学の春田直樹さんがこの美物について随分いろいろやってはって、琵琶湖博物館の橋本道則さんとか、あの熊本大学の春田直樹さんとか、まあ、この辺、あの実は私は大学2代日本史研究会でお世話になった先輩方なんですけども、そういったものにいろいろ私も名前わせていただいてますが、あの松永さんはこちらに、えー ビシュの方に意識があって私はあの、まあ、あのこの体型ですから酒は飲めないが食うのは好きなんで美物とかの方に行きますね。で酒は飲めないんですけど実は酒は好きなんですよね困ったことに。酒は好きなんですが飲めないんですよね。だから私は大体何の酒でも飲めるんですよ。<laughs> ウイスキーでも芋焼酎でも麦焼酎の米焼酎でもあのシソ焼酎でも焼酎類大体全部行きますしで酒は何で,何でも飲めるんですが。 量がが飲めない一口が二口ちょっと悲しいですね。これで酒が飲めたら、だから、これはうちの親父が言った名言なんですけども、酒が酔わなかったらいいのに、と私は全くそう思います。うちの父はちなみに、あの、主語でした。うちの家族もみんな主語なんですよ、私除いて。あれどないかなんでやろうと。なんで両親も兄弟も酒飲めやのに、自分だけ酒飲めねいんだというのはあります。 で15世紀の日本というのは、名州誕生のラッシュであったと。まあ、柳崎、まあ、室町京都を代表するものであると。さらに興福寺末寺の武大山省略寺の奈良る、奈良でも作っていると。天野山金剛寺の川あの,川の,国の天皇寺だけ。四天王寺の天王寺るというような、こういう名種が、えー、大量に誕生してくる、そういう時代であったというふうに言われています。 さらに、関門に記く出てくるんですけども、一夜酒。あのこれは甘酒ですね。酒に、えー、米工場をさらに加えて作る甘い酒。だアルコール分はあるけども、甘酒のアルコール分なら甘酒ですね。湧き出し酒。これはもう、あの一種のブランドとかのネタですね。自分で作った酒を湧いてきたいうて、まあ、一種の、えー、有料五人の、えー、やり方ですね。さらに、辛酒。 まあ、これ、あの、時々、これをワインとかいうふうに説明する人もいるけど、ワインはないだろうと。人のらの頃にワインはないだろうと。唐酒。この唐酒の場合は、あれですね。魔王大酒とかじゃなくて、あの、え、んて言うんだ中国のなんていうんだラオチューあ、そうそう、ラオチュウ、ラオチュウ。ありがとうございます。ありがとうございます。や、うちの親父も好きで結構飲んでたなぁと思うので、何やったかなぁ。 <laughs> ラオチュウ、ラオチュウ、ありがとうございます。<laughs> そう、ラオチュウ見たもんじゃないかというふうに言われてます。あの色の色とかから。とまあ魚ってつくし、わらび、ウリ、マツタケとか、ザーッといろいろできますね。まあ、おもこれ実はあの調べてみると色も、これもっと突っ込んでみると、色ろ面白いと思うんですけどね。この辺はあの、まあ、春、夏、秋、それから、あの、 あこんなもん食うんやという、えー、鶴とか、これ白鳥なんですね、くぐい。ひしくいかり、う、うも食うんや。白鳥も食うんやと。やこいふな、やゆ、なまず、たい、すずき、ふかあ。ふか食うんだとか。で、室町殿から宮家に酒と美物が送られてくるんですね、これ。 室町殿三宅あののもうすごくこれ実はあのスさんんにしてるんですよ室町殿から送られてこなかったら俺何かやったやろうか言うてビク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 してちょっと遅れたんですね吉典からこの,室町あのこの場合吉典です足利吉典からあの伏見の宮家に酒と美物が毎年送られてくるんですけどそれが遅れるともう菅ッフさんはビク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 俺何かしたかなやべえことしてんやろかって一生懸命こう悩むんですね。 えしばらくすると、よしのりから送られてきて、ああ、よかったと、と、え、い、ー、うほど気にしてみて、だいたい、恋かなんか、恋とか送ってきてるてく、ね、これ、松永さん書いてないんですけどもあの、いや、これは書いてくれよと思うんですけども、星見宮家からよしのりは酒が送られてます。こっちの唐酒が送られてます。青森県市は、これあの、えー、とんでもない間違いをしていて、この唐酒っつうのが、なんか、あの福井県の もうだからあれ違うんですね福井県の話は全然関係ありませんあの福井県の,あの三国湊を含む荘、えー、園の、えー、問題でときわ井の宮家がどうたらこうたらされこれはまた私の乱世のトに書いてあるので読んでいただければいいんですけども伏見宮家のカのキ話は書いてません。とや書いてくれよと思いますけどもごはなのの天皇は唐崎はどうも好きじゃなかったらしいとか。 この話は、ウポポイの,うぽぽいのか、えー、佐々木四郎館長にも非常に受けた話なんだから、あれ自慢なんだけどな、ごはなずのがカラ嫌いだったって話。とか、いったんちょっと話を切ります。もっと視聴者のために、はい、なんで不思議の三宅が出して、さっ、はい、きのちょっと説明しないともうかわいそうじゃないああそうですね <laughs> えと説明ちょっとこの話、えーまあ、ここは本筋とは全くずれるんですがちょっとあの一応出してブツブツと愚痴ったところであの、えー、ちょっと説明いたしますと、えー、もともと、えー、これ話がややこしいんですが、まあ、この酒の話だけに絞るとあの吉典から伏見宮家に。 酒昆布くじつの、九日の地え稚業性をというのが来たわけですね。で、この酒昆布、九日何かと言いますと、京都でえ酒、ー、や昆布をあの専売する、えー。ための、その専売を公認してもらうための上納金であって、この酒昆布をまあ京都で売,売る。そういうあの権利を伏見宮家が、えー、得たとで。 この酒昆布を商うあの商人たちはめ、伏の宮家に年間、えー、と500貫やからの金を納めるというふうに、えー、まあ決まっていると。あの貞房親王は、えー、この、えー、酒や昆布を吉野とかごはんのん天とかにまあ送るわけです。酒の入だけずつと素しです。で、えー、もうちょっとあの先ほどちょっと出たあの、えー、青森県政に間違えているのかというと。 青森県市ではこの酒根袋寺というのは直明王という皇族から取り上げて須田ふたしの世を出したとあるんですけども、えー、でそれがあの越前の国の,あの越前の国の三国湊の方の、えー、所領やというふうに言うんですねでその、えー、関係でこの酒根袋寺あるんだろうという厳密に言うとですねこれあの違うんですよ、えー、どういうことかと言いますともともとこの 直明王とそれからあの一条家が越前の国の所領、越前のその所領、三国湊の所領のことで争ったわけですね。で、結局これ、義紀の裁定はこちらが勝ち、こちらは負けたと。直明王の、えー、訴えを棄却したわけです、義紀は。ただ、直明王は実は義紀のお気に入りだったんですね。で 吉則は直明らをちょっと気の毒に思って、ちなみに直明らは実は、さだふのとは非常に遠い親戚です。鎌倉時代の末期に分家した、えー、じゃあ鎌倉時代の中期に分かれた家ですね。こちらは大覚寺塔です。亀山の子孫です。伏見宮家はもちろん亀山天皇の,あの、えー、兄貴のご、えー、深草天皇の子孫ですね。だから南朝系の人間なんですが吉則のお気に入りで。 範は負けちゃった直昭王に「越前の,の国の書類はもう諦めてください」と「その代わりにあなたにあの酒昆布くじをあげましょうと」とちょうどむっちゃむかつく五小松の中宮で昇降天皇の母親だったんですが、まあ、天皇も死んだし上皇も死んだし、えー、めっちゃむかつくこの後半門院から取り上げたこの酒昆布くじをあなたにあげましょうというふうに言ってきたんですね。 とところが直はブツ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 と文句言うわけですやっぱりあの越前の国の首領がーとか言ってで吉野律にブチギレて直明王からこの酒昆布くじを取り上げて伏見宮家にあげちゃったということなんですね。ところがあの青森県市ではこの話を全くすっ飛ばして越前と、えー、酒昆布くじをか家庭につなげてるとこの話は消えてるんですね。だからこの話をちゃんと入れないとダメだよと。 いうことで。まあ訂正版でないだろうけども、えー、間違えてますよ、ということは、一応これ、あの、弘前大学の。えー、関根達仁先生から、あの、一応青森県市の方に、一応指摘はいったみたいです。もう今更、どうしようもないけど。ありがとうございます。よくわかりました。あの、酒広告時っていうのは、要するに、あれですね、あの、定期往来の。 蝦夷ああの,の酒とあれですね。あれです。昆布とそうそう。蝦夷酒です、ね。蝦夷酒とウガ昆布ですね。はい、わかりました。ありがとうございます。先生の16世紀研究にあの投稿とも関係することですね。すみません。はい。そうです。<laughs> ありがとうございます。全 <laughs> 然ありがとうございます <laughs>。じゃこの宣教師たちの はい。これを見ると、まあ日本人昔から酒飲めというパワハラーっぽいことでやってたわけですね。そうですね。<laughs> <laughs> 俺の酒が飲めんのかとかわけのほうと、ん、これ完璧にパワハラですね。<laughs> というか、これはあの多神教と一神教の差ですね。多神教は多様な人格を求める。あ<ー>あの中国だって、ガバッと飲んでおかしくなるのが芸なんですね。なるほど。 あ,あ、そうですね。だからあのー、なぜヨーロッパでロシアが勉強しされるかってうとここです <laughs> <laughs> <laughs>。ロシアは酒をガーガのムンか。はい。だからあのヨーロッパ諸国よりも私はあのロシア、中国、はい、韓国、はい、そういうところとの協力と仲良くなって、まあ信頼でガーッ。 まこれですね <laughs> 私はの酔っ払っておかしくなるのはゲイ。ああ、一神教だと許されないでしょ人格を失うって。なるほど。他神教だと別に人格を失ってもいいわけですよ。ああ<ー>。<laughs> だからギリシャ社会だと別にゲイする人もいいわけですよ。ローマ,ローマの初期までは。ああ、なるほど。んな全くキリスト教とかね、ユダヤ教とかね。 一緒なのとと、ね、許せませせままんん、ね、酒飲みとってすみませんはい以上です優等を支えるものというか、ここからあれですね、優等を支える社会と、ざっくり言うと当該行為の社会講座、出動技術を見ていきましょうということで、まず、なんで室町時代の酒、室町幕府というのはこんなに叫んでらしたい、えー、社会だったのかと、これは列島世代の消費都市、京都を支える急進的な物流構造と室町駅荘遠征、うん つまり京都、まあ、首都京都の支えている物流構造というのはすべて京都に物が流れ込んでくるという形になっているん、ね、で室町期荘園生というのも結局京都に物が集まってくると。で、この室町期の荘園生の中で、その荘園の請負い代官として土葬が流通に関わってきているという、そういう構造がまずあると。 でこの荘園制、荘園っていったら、なんとなく、あ室,あもう室町時代の荘園って侵略されてなくなっちゃってるんだよねというイメージありますけど伊藤利和さんによると、室町期には室町期なりの荘園制というものが出来、えー、上がっていると。宿題名もこの荘園制のシステムをこう,、まあ、うまく使いながら、えー、私服を加えていると。で、まあ、あの荘園領収もなんとか一生懸命食いつと でそれが室ノ時代の後輩になって、ブワーッと崩れていくというふうに言っています。土葬のは金融業者なんですけども、まあ、これはここまであれですけど要するに、領主から定額の年貢納入を委託されることが多かったですね。要するに、これだけの年貢納入をやっておいてと。で、領主はそれを現物でじゃあもらうのかはそうではなく、財布あるいは切り符という意味ですが、ね、この財布あるいは切り札を用いて現金を引き出しているわけです。 ということは、領主は、その土葬から、あの、その土地から米が入る前であっても、あの、必要に応じて切符、切り譜を出して、えー、その切り譜と引き換えに、あの、土葬から金をもらうんですね。で、この切り譜、それ財布、これを持って、そこの荘園から、あの、お前を取り立てろと。そこで、土葬は、どこで、 取り立てたら一番ええのかと、米をどういうふうにしてうまく金に変えていくのかと、あの米と金のレートをなるべく米を高く売ったら土相は得するわけですね。要するに漁師はもう金でもらってるわけですから、でその金の代わりに米であの米を土相は受け取るわけです。だからその米を高く売れば納入した金よりも高くその米を換金できたら土相は儲かるわけです。 でその付加価値をつけるために、えー、考えられたのが酒造やったんですね。だから土葬酒屋というふうに言いますけれども、土葬と酒屋が全く分からないので、えー、酒屋を経営してたのは土葬であるということで、えーまあ、土葬のいわゆる在宅の一つのあり方として、この酒屋があったと。 でえー、さらに、この15世紀に、えー、特産品がこう出てくると、先ほど出てきました、低金往来のうがの昆布とか、かえー、からあの,エゾの酒のほかにも、まあ、諸国のにずらーっといろいろな特産があるんですけど、これ特産品が出てくるのは、の室町時代の京文化を前提にして定着してくるということですこの京文化というものがまあできるためには、この消費都市京都にを中心とした、この急進的な物流構造。 でその物流構造のを支えている、えー、現地で支えている室町機の省園生、この物流構造を支える、えー、土葬、えー、酒屋、こういった、えー、人々が関わっているんだと。でえー、もちろん、あの諸国の特産品が京都に集まってきて、その特産品で、まあ、あの京都の連中はや酒をかくらって飯食う、あのその特産品を食うて、えー、それを当山の絵に及ぶと。 でえー、それを見て、運船大局は眉,眉を潜めると。植えてる人形を前にして、こいつらうまいもん食うとは、それをちゃんと栄養にせんと吐きおるというふうに、苦々しい目で見ると。そういうふうな、まあ、あの社会だったわけですね。でこの特産品をもちろんこう集めてくるのは主語、あるいは大名と言われる人々であって、それが京都に集まってくると。で、この大名たちも、えー、京都に住んでますから、彼らは共謀するわけですね。 優等させるもの、酒屋ですね。1125年頃の京都には342基の酒屋があったと言われています。この酒屋というのは鎌倉巻きから増えてるわけですけれども、もちろん南北朝の乱ぶ時には、そんなに、えー、さあの戦争の中で酒屋というわけにはいかないわけです。飲むわの動きにいかないのが減ります。しかし、戦乱が収まるとともに、えー、拡大に、えー、されたと思います。1 3 7 1年、五円融天の即位式の財源として土葬酒屋から、 えー、線をしてます土葬酒屋っつうのは金を持ってるとこいつらが税金取ったらいいんじゃないかとその代わりにまあいろいろとあの税金を取り立てる代わりにいろいろと特権を認めてやると鎌倉ではうのは洛中白役という形でそれがやがて主菊役、えー、年中行事の、えー、費用などの負担こういったものを酒屋土葬役として最終的に、まあ、室町幕府の財源の大きなもので,であの 室、まあ、町時代っいうのは朝廷と幕府が共通の同じ財布を持っていたと。同じ財布を持ってるっいうよりもさらに言うたら、えー、朝廷は完全に室町幕府にこうひっついてると。えー、だから室町幕府に食わせてもらっているという状況になります。こういう中で室町幕府と朝廷を支える酒屋土葬この大勢な需要にこれだけの生産力があったと。ところがこれが応に塗らんで大打影響を受けるわけです。 でまあ、それに受けて、えー、いろいろと境土壌役も変化が行起こっていくと。最初は三都土層やったんですけどやがて万所両流土。で再び正日坊という人物から常、えー、船坊に変わるんですけどこの辺は二重で囲んだ連中は基本的に延暦寺関係者ですね。ところが応仁、えー、の乱後には俗人の落中土層が、えー、入ってくると。 土葬っついうのは結構円暦寺の関係が関係者がものすごいたくさんおったんですね。あの京都の土葬は円暦寺の関係者だったですね。だからその円暦寺に対して、まあ、あの幕府が特権を認めてやる代わりに幕府の財政、幕府頂点の財政を負担すると。ところがまあいろんな人間が入ってくると。免税特権っいうものがなくなっていっていっていろんな人間がドゥワー入ってくる。さらに応仁の乱で京都とその周辺の酒,酒屋が まあ大企業を受けている間に、関西からもっと遠いところでもどんどんと酒が作われそれが楽中にこう流入してくるとえいう形になってきて、京都を中心とした地域のえ酒の,このイニシアチブは急速入手に失われていくというふうに言っております。さらにその技術ですけども、あ、添え。日本酒の、えー、製法の基本である添え方式と火入れ。 この添え方式というのは主母に、えー、蒸し米麹米水を加えてもろみを作る、えー、操作のことで、えー、あると。で、これによってでんぷんの糖化とアルコール発酵を同時並行で進めて、醸造としてはせ世界最高のアルコール度数を生み出す技術であると。ということで、この酢え方式によって、えー、非常に高いアルコール 度数を出す酒がで、きたという,ふうに言ってますでそれをさらに火入れ、殺菌することによって、いわゆる生じゃなくて、えー、熱処理を加えると。この時期がいつなのかということで、影響から緩衝期じゃないかというふうに推定してあります。で、こういう技術革新、つったものは、あの社会的需要がある、特に量産化、合理化、量産化を求める社会的需要が でえー、技術革新も進んでくると。でまあ当然だからこういう、えー、日本酒っていったものの技術革新が急速に進む背景には旺盛な日本酒への需要があったと。でその日本酒の技術革新技術革新の誘発ということで一つの技術革新が、えー、次々とイノベーションを生み出していくと。例えば運搬容器の変化。 これも、えー、酒にとっては大きかったと。これまで亀や壺のものから、まあ、いものになっていくと。で、酒が例えば、あの、えー、竹筒を使っていた、そんなにたくさんの竹筒入れないですね。ところが樽に変わっていくと。これは大量輸送できます。で、亀や壺からゆいものに変わっていくと、これも要するに、容器が軽量化すると荷物は増えると。 だから、この大量飲酒の前提条件として運搬容器の変化があって、酒が大量にえー、まあ入らんってくるそういうふうにお互い技術というのは関連してるんだというですね。まあ、諸刃時代にみんなは酒をガンガンと。今日も酒が飲めるぞ。言うて育った親王がお祭りだー。言うてで、えー、あの登山で呼んだら。 やってもうた、じゃあ、次の登壇のよ。えー、次は登壇に過ぎて俺がいるぞとか。あるいは、あの、よしを迎えた宴会で。かじゅ家から借りた、さだふたちのは借りた。いや、だから、あの、誰かさん、借りた、えー、屏風に。あ、広橋が、か、借りたんか。広橋が借りた屏風にかじゅがあの、ゲロぶわかけて。みんなが、一途、えー、っとびっくりしたら。 広橋にかけてすすぎましょうと言ってみんなうおー意味わからないですけどもこれ要するに果樹氏があの広橋から世田ふたしの分かれた屏風にドバーッとあの物を吐きかけたんですね。で人々が「えー、これ借り物やのに」と言ったら、えー、吐いた果樹氏はあの「これ広橋さんからの借り物なのにじゃあその広橋にかけてすすぎましょう」と。次の演歌か私が責任持ってやりますから任せてくださいと。 そうしたらみんなが、おーと喜ぶという、いやいや、そこを喜ぶとこっちゃうやろうと思うんですけども、自分の大事な屏風に、あのゲロ吐きかけられた、あの、広橋さんの気持ちも考えてあげて、と言いたくなるんですけど多分広橋さんも、おおそれならええよという社会ですね、多分。で、こんだけ、要するに酒をバカンみたいに飲んでする、それをドバー吐く。これが吐きながら飲む、飲む吐く、飲む吐くの繰り返しを続ける二条持ち元。それを見て、大喜びする室間あの足利義則。 こういう社会ができてくるのは、酒を大量かつ安全簡単に運搬できる容器が開発されたからだって、あのこの容器の開発がなかったら、二条持ち元が酒をバカみたいに飲んでは吐いて、飲んで吐いて飲んで吐いて飲んで吐いて,吐いてのサイクルとか、えー、そんなことできないわけですよね。酒が大量かつ安全に運搬できなきゃだめですから。で、もう一つ。じゃあ、この民衆や、 あの運戦隊局さんがものすごくもあの文句言ってるけども、どうなのそれと。この室町での支配者数のは基本的にはっきりしているのは庶民感覚とかそれへの想像力と全く欠落していると。要するにあの庶民たちはどういう生活をしているのかということに関してはほぼ知らない。知ろうともしないし関心もないで。15世紀の日本は飢饉と戦争の世紀と言われています。 の基金基金というのは応援の基金、聴録干渉の基金などがあって、いずれも、えーまあ、あの京都の都市機能が崩壊するほどの、えー、厳しい基金が起こっていると。まあ、これに関しては東島誠さんは、応援、e、では都市機能は変えましたが、聴録干渉では誰が死んでいたのかといったら、京都に入ってきた人々であると、うん、いうことですけども、基金が。 頻発するさらに戦争の方では大江の乱小鳥の特性域影響期には関東大和九州で戦乱が起こり、えー、吉野家臣の嘉吉の変と嘉吉、えー、の特性域さらには応仁文明の乱それに、えー、まあここで書いてませんが畠山家の内向が、えー、この長禄干渉の基金の一つの原因があれですよね畠山の内向ですよね。えー、いうことでまあ,あの実はこの時代っつうのは。 えー、戦争と飢饉が起こる非常に不安定な時期であると。まあ、世界的に見てもこの15世紀というのは結構経済的にも底やったみたいであって15世紀の前半というのは非常にまあ不安定な時期だとねあの。で、この足利義則の時代というのはもう本当に一番底の時期といってもいい時期じゃないかと言われています。で、この義則が死んだ後に実は皮肉なことに近年言われたるのは まあこれもどこまで信憑性さなのか分かりませんけども V 字回復をつやっていくと。だからまあ一番まずい時期はこの15世紀のこの人々が酒飲んでかっくらって、えー、ゲロ吐いてる時期その実は日本が一番厳しくなった時期なんですね。こういった中で守護在教制と室町期荘園制というものができてると。これはつまり京都を中学する急進的物流構造であると。 だから、あのー、これ、京都の連中がものすごい贅沢できたのは、この守護・在籍する室町期消園制によって、京都に物が流れ込んでくるわけですね。だから、これ逆に危機の時には、京都に米の流通停滞が起こると。米価の高騰が起こると。これは例えば、影響の危機なんかそうですね。影響の危機なんかは、あの実は米商人が米の値段をつり上げるために、京都への流通停滞をわざと引き起こした。えー 事例なんですけども、基金の時には京都に米がやってこなくなると。その結果、米国は高騰する。でもう一つは。貴民が京都に流入してくるんですね。で、この辺について、実はいろいろと研究も、あの、ちょろちょろと。清水勝之さんをはじめ、あの。東山誠さんと清水勝之さんとか、その辺でいろいろと。されてますけども。不思議なのは、あの、基金の時に、実は。 京都でも流通停滞が起こって、米価が高騰するんですけども、実はあの京都に大量に周辺から人々が流れ込んでくるんですね。とういうことは、京都以上に周辺の人々は食えていないんですね。だから京都に行けば食えると思って、ゥわーッと入ってくる。それがさらにあの危機を引き起こすというのが、長老干渉の基金の,、えー、あ,の,あ,のあれです。 そういうような非常に難しい時代であると。そういう形でしばしば、長露干渉の基金では8万人が死んだというのは、これはあの運戦大局が把握した数だけですね。だから実際はそれ以上死んでると。で、えー、そういう中、幕府は酒屋土葬薬をあの減らそうとはしていない。さらにそのお金で、えー、遊び続けると。 いうんですね、ランスンちゃんでも書いてますけどもあの足利義政が御花園天皇の監視を受けて恥じてご御所の蔵を辞めたかったらやめてないというのが答えですねやめてないそんなあの出生の男ではないまあこれに対してはいろいろとまだ議論もあるんですけどねそういうふうにみ民衆にとっては非常に悲惨な世界でもあるとで室町危機をとける酒の効能ですけども 室町家の権力構造というのは室町の土地戦の君が共同統治する公武統一政権であったと。あのさらに言うとこっちが州であってこっちが州なんですね。 まあ一応、室町殿は地点の木を立てますよ、立てますけども、えー、じゃあ、地点の木は何かできるのだったら、基本的にもできない、これはあの義満はもちろん、義持や義典に至っても、その辺は同じだというあの、室町殿は地点の木は立てるんですが、共同する家で取ってますけども、まあ、室町殿。室町殿が後部の所領書式を与達することで求心力を持ち続けると。 だこの恐怖政治ってらったらあの足利の,のイメージがありますけどもこれは歴代の室町殿が基本的に人柄にかかわらず恐怖政治となりうる可能性はあるわけですね要するに室町殿にすべての権力があのそういう所領書式を与達する,ことをする力が室町殿に集まってるわけですでそれをうまく使うことで室町殿は求心力を持ち続けたと。 だからそうで、えー、そういう室町殿ののに権力が集中している中で、室町殿は非常に酒好きであるとなると、主演が大事であって、多分ごはんの存天皇なか思ったでしょうね、俺、天皇でよかった。天皇やからもう、どーん、さとったら別にあの酒の面でもええんけども。 これ酒飲め伏見の宮家さださしんのは酒をが好きやったから、えー、大丈夫だけども、えー、とかおかんようやってくれたなとか大人文明の乱語には室町の求心力がなくなっていくんで室町の主演の場もしょぼくなっていくと。で変わって天下人が出てきてこの天下人の方に移っていくということでまあ,あの基本的にその天下人と酒になっちね。 えー、日本酒史における室町議長です。まあ、非常に大きな画期的な役割があったと。それは何かと言いますと、室町幕府が都市依存型の財政構造を確立し、予想策略を調要していると。で、これはまあ国家にとっての有用な財源としての酒という側面が注目されたと。それまでは酒というのは、うん、あの財源という形ではなかったと。 財源ととして使えるんだとそれからもう一つは現在の清酒酒造の基本技術、粗え方式というのは確立したと。で、さらにそれが日本列島全域で行き渡る下地を作ったんだというふうに松永さんは求めています。で、こういった日本酒における画期的な段階というのは、叫びたりの室町幕府によって作られたと。叫びたりの室町幕府。 見てたらもうほんまに大敗としか言いようがないけども、まあ酒飲みにとっては室町幕府様、母ということですよという話ですね。まあ私は酒好きじゃないんで、なんともピンときませんけども。<laughs> まあ酒は好きなんだけどね、飲まないのはない。で、えー、コラム、一応コラムをちらっと見ておきます。変貌する将軍と清水、これは太田総一郎氏ですね。立命館大学の太田総一郎氏ですね。 まあ、正国寺っつものが最初は要するにあの小さなお寺を建てるつっつうまたやったと義満の頭の中ではところがいつもには大伽藍歴さらに禅と厳密並べの境内空間とそこで大仏寺が行われるところが義満が生きた分移住した後は禅宗になって義満の死んだ後には純禅たる五山の禅札に移っていくのに、まあ、正国寺のは義満の都合ってものすごくろくる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 変わっていっちゃったんだよという感です。うん の宮家の一年と酒つうのは、まあ年中行事と酒について細かく書いてます。麹事作りと酒屋興務をつう、これはこれは酒はま素直ですね。まあ北の麹座の話が書いてあります。まあ馬車の放棄、米の鮮ばかで酒造コストの上昇が起こって、だから酒の鮮ば化によってその歪みですね。文案の工事騒動が起こったけ起こって、えー、結局北の社による とい、えー、ものがなくなくくっていくとで酒屋自身が事作りを公認されるようになっていくと。それからこれですね、えー、室町将軍千と酒では酒飲みと酒乱の室町将軍が書いてます。で宮廷と宮城の主演酒乱ではこういった人々の酒癖や、えー、気候について書いてあります。小川の宮なんか自分の妹を蹂躙して母親らに引き剥がされて。 もうあまりぬ情けない言うて、えー、泣いて、五つはぶち切れて、小鹿の実を叩き出すというようなことを起こってますけども、まあ、そういうさまざまな、えー、五つの周りでもなんかの、五あの奥さんの、えー、は2回もなんかう、えー、不倫疑惑,惑があるとか、いろいろとややこしがあって、当時の公家社会のわいざつな空気というものがあると。しばしばくあの、公家と先ほど言った牛持ちの酒の話ですね。 公家と女房の密通事件については主演を行って毎晩主演を行って酔っ払った人間から本音を聞き出そうとする吉持の姿が描かれてますがまあそれに限らず守護大名もの与安持よりも五小松の高級に入り浸ってそこの女房といけないことをしてあの結局伊勢守護をクビになっちゃったという事件を起こしてますしいろいろと。 あったという話です。まあその時代がそういう時代だったんだとなんです。ということで、えー、以上です。室町将軍とかお酒が大好きだったのはまあいいとして、えー、一般庶民のことなんか考えへんかったというのはね、<laughs> 確かに室町将軍ってあの特外庶でのね、目安箱とかあんなエピソードないですね。ないですね。うん。なんか庶民のためになんかしたというエピソードは皆無ですね。室町幕府の将軍で。 鎌倉の方はねまた時折が地方を回ったとかああそうそういうエピソードがありますねうん伝説みたいなのもありますけど、うん、そういう足利将軍って何もないなとそういう話がうんそういうネタっぽいネタ伝説を含めてないですね確かに彼らにとっては「不民」という言葉なんて何そ,何それおいしいのって感じなんでしょうね要はそれで回ってましたね世の中は <laughs> 本当 <laughs> いやそれが豊かな時代だとにかくものすごい危機の時代にそんなことやっとってよう思ったなあというだからあの一気が起こるんかよろしいですかはいどうぞ私も期待してましたあのねまず運ぶ容器として <laughs>、はい、手から垂るっていのはまずいんでどう見てもそうですよね <で>あ,あれはちょっと書い<や>あの変えた人のミスだと思うんですね。でもちょっと分からなかったんですよ。いや、亀かこの、この話ってどうつながってんだと。いやいや、つながらないです。つながらないですよね、うん。だから、竹に入れて発酵させたものっていう、この前に来る話から、なんか飛んじゃってるんですね。まあまあ、それはいいとして、一番今回の大きなあの伊藤俊一さんの説のね、弱さです。 これ何かっていうと地方都市考えないんですね。ああ<ー>。博多、鎌倉、その他大きな地方都市あるんですよ。うん。そことの物流構造を考えないで、京都中心主義でや,主義でやっちゃう。おう伊藤さん、いたら聞いてくれよ。うん。伊藤俊勝さん、多分聞いてないんじゃないかなとあ<の>。<laughs> そう 京都一極単純主義じゃないんだよねだから博多でも先は進んでるはずだし鎌倉でも先はあるはずなんだよね。で確かにあの対名守護制度の下で京都で仏寺集まって主演を「うん」「どこでちょっと違うじゃねえか関東はどうなるんだ」 タイミングもスレートから外れてるんでしょ。始めてますね。京都そう鎌倉と博多っつうのはまたあのこれはこれでまた考えないかも題ですね。考えないといけないですね。これね。だから伊藤さんからの視点から完全に外れてるところで、伊藤さんの調査で読んでは、まあ、何考えてんだ。物流の点から言っても全部京都に集まるわけじゃないですね。まあそこら辺の問題はこれ酒の問題でも博多に酒はなかったのか。 鎌倉系は先がなかったのかっていう。鎌倉を足利がも中とかはどうやったのとか思いますねあれ足利中さんどうなの。<や>興味あるな。それはありませんよね。いや中寺は首欄だったのかとか。す <laughs> ごいう楽しい話もあってすみません。今日はちょっと想像と妄想はね聞いてるうつんわーっときて。まあ京都のさ京都の歴史の先やったらまあね。これ終えるんですよ。<laughs> 飲んでないはずですからね、あのヤバの連中は。アシカが持チウジとかの酒ってあれやろうなとか。<laughs> 結構ヤバな犬に犬もとかやったから、おい、犬鍋じゃ犬鍋じゃって。これは服部先生の世たんですけどね。あ、博多の方ね。<laughs> 博多の中でもやってたよなや。関東でも犬鍋じゃ関東やってたよな、そら。犬鍋やったら酒じゃ酒じゃでしょう。 関東の酒はどうなってるの関東のこの酒はどうなるほど。こ、う、れ、ん、秀夫先生のご説で、ね、私もそうだと思うので、あんなもん当てられたら犬は五体満足で言われるの、うん、全部食われるわけでね、犬100匹だったらね、結構な量の宴会になりますよね <laughs> あ。聞いてて、深い入方ごめんなさいね。だからこれ、現実ですから。<laughs> そうすると、やっぱりこう、太陽の酒があってね、主演だっていうのがあったはずなんですね。 最後あのー、九州でもそうですね、うん、人西でも。だから、あのー、絶対、こういう中央流通構造だけじゃなくて、地方流通構造も絶対あるはずなんですよね。それをどう、まあ、それは資料には見えないんですね、悔しいことに。てなことで、私のざれ言は終わります。<laughs> すまんだからこれ大きい ま話はやっぱりそこを、ね、ど,うなどうなんだろう、まあ、分からないんだろうな <laughs>。からない、ないだから、全部は京都に集まってきたからっていう伊藤さんの,あの構造は本当なのかなっていう気はします。すみません。うん以上で終わります。はい、じゃあまあ、今日はそういうところで、はい、じゃ次回からはこの南北朝の動乱と。はい、南北朝の動乱、合戦でいきます、合戦。